皆さん、こんにちは。今日は2023年11月21日火曜日です。今日のテーマは、上海の警察、青年若い子ですね、取り締まりをやっています。そして台湾にある中国のスパイ組織、まだ出てきました。これについても話をしたいと思います。情報が多いので少しずつ話をしたいと思います。一つ、オーストラリアの国防長官、マルズさんの情報によりますと、11月14日でしたが、カナダ籍の国籍の海軍とオーストラリアの海軍、オーストラリア軍の軍艦ですが、で、共同活動していました。場所は日本の EEZ 水域内でした。当時ですね、異物が軍艦のプロペラに巻き込まれたと判断して、カナダの国籍の海軍ですね、海に潜って点検して切断しようとしました。プロペラに絡まれたものですね。オーストラリアのフリゲート艦でしたが、一時的に停泊と言いますが、動きを停止しました。しかしですね、中国の駆逐艦ですね、どんどん接近してきました。オーストラリアの海軍ですね、危険と思って中国の軍艦に接近注意と警告しました。また、海の中にはですね、ダイバーさんが潜っていますから、現在トラブル処理していますよと説明して、危険ですから、近寄ってはいけませんよと要求しました。しかし、人民解放軍は、それでも無視して接近してきました。また、中国の駆逐艦からですね、音波探知機、ソナーを作動して、ダイバーさんはですね、その音波を浴びて怪我をしました。調査の結果ですが、漁業する、そういう波ですね、網がプロペラに絡まれました。最初ですね、中国の軍艦はソナーを作動しなかったんですよ。接近してから作動しました。ソナでダイバーさんは頭痛、めまいがする、嘔吐、耳が痛いという現象がありました。ルーマス国防長官は批判しました。これは危険かつ未熟な行動ですよというふうに批判しました。ただしですね、ここまで抗議はいいんですが、でも中国側の説明がですね、もっと大変なんですよ。中国側としては抗議を受け入れませんと、逆に反論しました。オーストラリアの軍艦ですが、トンパーという軍艦ですが、日本の EEZ 水域を通行していたんですね。ただし、事前には中国の当局の了承を得なかったんです。これは日本の EEZ 水域ではないんです。中国は認めません。ここは中国の EEZ 水域ですよというふうに主張しました。そして漁業ですね、そういう網ですね。カナダというのは漁業をする水域であって、オーストラリアの軍艦はですね、そこにいてしまったんですよね。なので自分自身が危険な行動を先にしたではないかというふうに批判しました。つまり漁業の邪魔をしていたんですね。また、オーストラリアとカナダの軍用機ですね。この2年間くらいよくこの辺で偵察するし、おかしいですよと。これからも同じことで対応しますよというふうに強気で反論しました。これはですね、本当におかしいんですよ。ちなみにですね、去年8月でしたが、ペロシ議長さんですね、台湾のことを訪問して、中国はですね、台湾をほぼですね、包囲して軍事演習しました。そして日本の EEZ 向けてミサイルですね、発射しました。でも、これはいろんな表現があるんですが、中国側はですね、発射したんですよ。つまり、狙って、撃ったんですね。でも、日本の場合は、これはメディアによってですね、落下されたっていうのもありますけれども、ちょっと表現が違いますけれども、ただしですね、気をつけてほしいのがですね、中国の主張というのはですね、沖縄の周辺ですね、そして五島列島の向かいですね、にある東シナ海全部ですね、中国の領域、あるいは内海ですよというふうに主張しています。ちなみに南シナ海もそうですね、あの辺は全部中国の内海ですよと中国が主張してるんですよ。おかしいんですよ。でも中国はですね、本当に主張してるんですよ。これがこの状態なんですね。やはり強気でやらないといけないというふうに思いますが、ただしですね、もっと大変なのは、オーストラリアの首相さんですね、アルバニージーさん。結構最近ですね、中国とオーストラリアの関係が仲良くなったんですよ。この間、北京を訪問しましたし、先月ですね、上海の輸入博覧会にも参加しましたし、お互いはこれから仲良くしましょうねっていうふうに言ったんですよ。これからですね、両国は関係ですね、良くなっていくよねと、ものすごいですね、雰囲気でしたけれども、ただですね、今でもダメです。これでわかるのはですね、中国は何も変わっていません。ちなみにバイデンさんとの会談もきっと同じだと私は思いますね。もう基本ですね、中国と接近して友好になったと思ってもですね、実は効果はありません。いくら仲良さそうな会談をしてもですね、意味は全くないんです。これはフィリピンも同じなんですよ。中国に譲ります。あるいは低い姿勢で対応してきましたが、いっぱい我慢しました。でも意味はないんですよ。中国はですね、調子なんですよ、実は。なので、弱い姿勢を見せてはいけないのなんですね。これが今の状態ですね。例えばですね、インドの方がいいんです。インドはですね、しっかり対応して、強気で戦っていくんですよ。攻めていくんですね。中国の方が逆に折れるんです。やはりですね、これでわかると思いますが、そして、また理解できたのはですね、日本は前倒しして、トマホークというミサイルをですね、先に200発を購入しました。最初は400発でしたけれども、先に200発でいいんですね。こういうのが、やはりあるというふうに思います。そして次ですが、2、ドイツ政府は新しい移民という法案ですね、移民法を発表しました。労働者をたくさん受け入れますよ。そういう条件を緩和しました。11月18日から実行していますが、外国の大学を卒業しました。ドイツで勤務していてですね。そして年収は 4.38 万ユーロであればですね、どちらがクリアできていれば、就職許可証を与えます。労働者不足の産業でしたら、年収で 3.9 万ユーロの年収であっても可能なんです。あまり低すぎてダメなんですよ。ドイツの場合はですね、外国人を安く使うのはいけませんよっていうのが、ドイツ政府の考えなんですね。外国人がお安くですね、使えるっていう風になったらですね、逆に経済が良くないと。っていうのがあります。みんなですね、外国人のことをばっかりやと思うわけですから、それがいけませんっていうのが考え方なんですね。今までの業界としては、科学技術系業界ですね。それからIT のエンジニアとかですね。それから数学者とかですね。拡大して介護とか、教育とか観光とかですね、サービス業とかですね、も稼働にしました。勤務経験をですね、3年間ですと、っていう証明書があれば、大卒でなくても大丈夫です。去年ドイツはですね、の労働者不足は198万人だったと言われていますが、この条件をクリアできた方ですね、ドイツは大歓迎ですよと、ドイツ政府が発表しました。ドイツに行く中国人がですね、実はものすごい多いんですよ。先週ですね、台湾とインドの政府、協議をしました。今年年内ですね、契約すると思いますが、将来10万人、インドの労働者を受け入れますよと発表しました。主に製造業、建設業、介護の事業とかですね、中国でですね、すごい話題となって、みんなすごいショックですね。中国では青年たちはですね、仕事がないんですよ。でも台湾はインドからの労働者を受け入れます。でもですね、中国政府はこの間発表しました。台湾の青年ですね、中国の公務員になってみたくないですか？なりましょうかと、そういうふうに発信しました。つまりですね、自分の仲間を買収するという意味ですね。全く全然意味が違いますね。そして、APEC 特使の、台湾の方ですね。張忠謀さんですね。張忠謀さんは台湾の TSMC の創業者なんですよ。台湾の政府として実は参加したというふうに言えます。バイデン大統領と会談したり、岸田総理と会談したり、他の国の首相さんとも会談をしました。これは正式会談ではなくて、全部ですね、サイト会談と言いますが、しかし、習近平との挨拶もなかったんです。そして、張さんは言いました。日本との関係を強化しますよ。両国は友好ですよ。そういうふうに言いました。そして、台湾ですね。TSMC ですが、日本で会社ですね、作っていくんですよ。次です。3、アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所があるレポートを発表しました。去年12月からベトナムは南沙諸島の島を拡大しているんですよ。人工島も作ったりしています。この1年間だけで133ヘクタールの面積を拡大しました。現在、南沙諸島と言いますが、南シナ海ですね。中国は一番です。次はベトナムなんです。10月からベトナムはストロー式の浚渫船を使って工事を進めています。でも、ベトナムの場合はですね、島を作っているんですが、あるいは人工島を拡大しているんです。そこではインフラ建設の工事はしていません。中国は違います。2013年から2016年、1295ヘクタールの土地を作ったんですよ。そしてそこには滑走路とか港も作りました。ミサイルとかですね、軍事基地も作りました。ベトナムと中国ですが、違うのは事実ですが、ただし、共産党の国ではあります。考えですね、実は同じなんですよ。なので、警戒しないといけないというふうに思います。次です。4、11月18日、イェール大学がある研究レポートを発表しました。去年2月、ロシア、ウクライナ侵攻して、ウクライナの子供さん6歳から17歳ですね。2400名以上の方、ロシア軍に拉致されました。そして、ベラルーシに送られました。主に、ドネツク州、ルハンスク州、ザポリージャ州からなんですよ。2000名ほど、ベラルーシの首都であるミンスクに送りました。400名の子供さんは、全国の各施設に送りました。これは、ロシア政府は最初から、計画していました。拉致する。それから輸送する。それから再教育します。ベラルーシの政府も協力しましたし、そしてお金も出しました。そして今でも続いています。ロシアはですね、先に自分のロシアに連れて帰ってからベラルーシに送ります。しかし他の専門家では2400名以上でしょう。そういうふうに言ってるんですよ。今回ですね、初めてそういう詳細のレポートがありました。38ページぐらいですね、あったんですけれども、結構詳細はありました。次です。5、アメリカの司法省が発表しました。テキサス州の2人の男性がですね、制裁を受けたイランの石油を取引しようとしてですね、有罪判決を受けたんですよと発表しました。42歳のダラス住民の王さんと42歳のマッキーニーの住民のレイさんですね。二人は2019年から2022年、イランから石油を調達して中国の製油所に売るっていうふうに計画しました。それから中国の官僚層と中国の銀行の担当にお金を渡しました。中国からお金を受け取って資金洗浄してイランに支払っていくという意味ですね。2018年ですね、イランは制裁を受けて、多くの国はイランの石油を買えなくなったんです。しかし中国にはやはり関係ありません。そして中国以外にトルコもインドもですね、実に普通に買っていました。現在インドはですね、変わりました。完全にアメリカについていくわけですから、今月から完全に輸入はしないようになったんです。次です。6、今年のハロウィンですね。上海で行っていましたが、ちなみに今年ですね、中国政府は西洋の祭りですね、例えばクリスマスの禁止はないんですよ。しかし、現在の情報ですが、上海の警察は動いて、今年ハロウィンに参加した青年を逮捕して、事情聴取して、仲間のことですね。情報も、教えてもらって探している状況なんです。これはですね、コスプレと言いますが、ハロウィンに参加した青年なんですよ。老人さんの、真似なんですよね。老人さんは書いている看板ですが、医学を勉強しても中国人を助けることはできません。これがですね、意味があってですね、老人さんはセンターに行って医学について勉強したんですよ。しかし中国に帰ってきて、医者として全然活動していなかったんですね。ただしですね、老人さんをいたのはこれなんですよ。つまり、やはりですね、体より心、思想、考え方大事ですよと。これで、老人さんはものすごい本とかですね、書いて、中国人の考えを変えようとしたんです。そして、当時の社会のことも批判したりもしました。そして、こちらはですね、今年のハロウィンでしたが、綿棒ですね、ものすごい大きな綿棒を持っている白い服を着る悪魔の真似もするんですよ。これはですね、監視カメラの真似ですね。これは老人さんの真似ですが、これはですね、PCR 検査を受ける鬼なんですね。これもコスプレなんですけども、これも同じなんですが、こちらはですね、上海の株式市場の状態ですね。もうずっと下落なんですね。上海の株はもうダメです。そしてこの女の子ですが、白い髪ですね、いっぱい、果てですね、白い髪の講義を思い出します。こちらはですね、申し訳ないですが、プーさんの真似なんですよね。習近平のあだ名はプーさんです。プーさんの方がずっと可愛いんですが、これはですね、医学生と言いますが、医学を勉強しても実は意味はありません。例えば、コロナ対策ですね。科学的ではないし、医学的でもなかったんです。ゼロ感染者施策は間違いだったんですよね、というふうに批判なんです。これはですね、さらば若愛の映画なんですけれども、ただしですね、さらば若愛は中国では禁止なんです。そして、検査キットの真似ですね。各地域ではそういう白い紙とかですね、あったりします。これがですね、IT 男ですが、996の体制で働いていて、今年卒なんです。就職はできたんですが、でもリストの待ちです。つまり仕事は順調ではありません。今でもですね、パソコンずっと持ってる状態なんです。これでわかるのはですね、若い子たちはハロウィンには行きましたけれども、楽しんではいません。社会の事情、不満を拡散、発散していたんですね。そして現在、警察は当時変装した青年たちを探して、事情聴取、そして警告しています。今後はあってはいけませんよと教育しています。また当時ですが、現地に行きました。参加はしなかったんですが、そういう写真とか動画を撮って、SNS に投稿した若い子たちも探し出して、呼び出して教育しています。例えば SNS としては、TikTok とかですね、快手とかですね、そういうふうに、警察の側の指導を受けて、ユーザーの情報を提供しています。これが中国の IT 企業ですが、これで見るのはですね、中国政府は実に怖がっていますし、そして不安なんですよ。青年の思想、考えをコントロールして、自分の言うことを聞かなければ大変なんです。そして青年から見てですね、政府のこと怖いよねと、やはり大事なんですよね。政府は怖くないと思ったらもう終わってしまうんですよ。これでそういう行動があります。次です。7、台北の裁判所が発表しました。この方ですね、ルーさんと言いますが、空竹と言いますけれども、これはですね、ディアボロトなんですね。これは中国伝統なゲームなんですね。で、このコーチさんなんですよ。ルーさんのことを提訴しました。プラス自分の仲間ですね、合計7人提訴されました。中国政府のお金を受け取って、台湾で組織を作って拡大しています。また、台湾軍、国軍の官僚12名を買収しました。台湾の国家安全法に違反したんです。そして、この方はですね、ルーさんはこのゲームの達人なんです。チャンピオンなんですよ。2020年、中国へ渡航して、商業活動してました。それで中国政府に買収されました。彼は台湾に戻って、台北で拠点を作って活動しました。中国政府から570万台湾ニュードルを受け取って、組織を作ったんですよ。食事会を開催したり、お土産、それからお金も渡したり、組織の拡大はできました。国軍ですね、台湾の軍は12名、現役の方もいれば、引退した方もいるんですよ。12名のことを買収しました。中にはですね、陸軍と空軍の長官も含まれています。中国からそういう資金を受け取るために、仲間にも口座を作ってもらって、資金を受け取っていました。現在、容疑者たちはみんなですね、自分の容疑を認めました。これから軍側の人を調査していきますよと台湾の政府が発表しました。大統領選挙の直前ではありますが、取り締まりをやっているというふうに思います。これで非常にいいのがですね、台湾の国民はみんな危機感を感じて、みんな選挙に参加するというふうに思います。参加することが大事ですというふうに思いますが、また中国の経済、社会の話について話をしたと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。